男の子なら、誰もが一度は刀や剣に憧れるもの。少し前には、刀剣乱舞で、最近では、鬼滅の刃の影響で、刀に興味を持った人も少なくないでしょう。2010年の1月、一人のスレ主が興味本位で立てたスレに、本職の刀鍛冶が降臨しました。日本刀って免許なしで買えるんだな。ずっと免許必要なもんだと思ってた。1000万とかして手は届かないけどね。金持ち老人の趣味としてはいいと思う。美術品扱いってこと？持ち歩くのがダメなだけで飾っとくのはいいの？戦争に行ったじいちゃんが本物を見せてくれたのはいい思い出。普段あまり馴染みがない日本刀について、口々に疑問や憶測を話すスレ住民たち。そんな中、元刀鍛冶を名乗る一人のスレ民が登場しました。おいおいお前ら適当だな。元刀匠に弟子入りしていた俺が登場だ。久しぶりに鍛冶場思い出したから、偉そうに書いてみるぜ。刀を持つのに免許が必要っていうのは嘘だ。正確には刀を作る際に、刀カッコとその保管場所に対して発行される。新作の場合は書きの流れだ。1作刀依頼を受ける。2警察に届けを出す。大きなポイントは3点。誰が作るかカッコ作刀免許を持った刀匠が、所定の施設で作ること。誰からの依頼かカッコ薬剤や右翼でないか調査が入る。用身分証明書。保管場所の確認カッコ規定に則った場所であるか。用写真。3作刀スタート。4完成。5警察検査カッコ作った刀が、届けた内容と同じかどうか。6納品カッコ都道府県によっては警察立ち会いもあり。特に大切なのは、作刀を始める前に保管場所を作らなければならないこと。がっちり金庫が必要なんだぜ。当然刀が収まるような、細長い金庫は普通に売ってないから、専用のを買うんだ。ちなみに刀が1000万とか、どこでそんなホラ話信じさせられたんだわらわらわら。人によって値段はまちまちだけど、白鞘なら70から90万。化粧、こしらえかっこさやとか柄、つば付きで100から120万出せば買えるぜ。続く。刀匠は現在全国に約300名。そのうち、作刀だけで食えてるのはおそらく2割。この2割のうちには、新しいジャージを買えなくて6年目突入。奥さんに食わせてもらってます。こういうのも含む。だから、刀が欲しいんです。っていけば、喜んで作ってくれる。50万しかないんです。って言っても、作ってくれるところはいくらでもある。ただし、炭や玉鋼などの原材料費は当然かかるから、短くなったりすることはある。個人的にテンション上がってきたぜ。次は美術商の中古話。まさかの刀鍛冶本職の登場ということで、スレ民たちも興味津々で話を聞いていきます。美術商の話をする前に断っておく。俺は現場で鉄ぶったたいてた側だ。作る方の知識はいろいろ語れるが、こっちの話は意外と知らない。間違ってたりしたらごめんよわらわらわら。続けて。美術商から中古、骨董品、で刀を買う際に、二つの疑問が出るはずだ。一登録制になる前の刀は、どういう扱いなの？二登録されている刀の所有者移転は、手続きがあるの？一は古い蔵やじいさんの形見整理なんかしてた時に、ポロッと出てきた場合、必ず発見した、本人が所轄の警察署に持っていき、発見届を発行してもらう。その後、まとめて登録審査会というのがあるから、そこで審査に受かれば登録証発行となる。この場合は、保存場所まで言及されない、なくさないように刀とセットで、登録証を保存しよう。2名義変更だけで OK。保管場所を用意するのが大変と書いてあるけど、最近はどうやら緩いらしい。刀剣協会でも、刀匠たちの極貧生活に頭を悩ませてるらしいわらわらわら。ちなみに守り刀といって、昔嫁入り道具で持って行ったものを、生まれたばかりの子供に送ることもある、当然0歳、でも OK。守り刀はもともと、戦なんかで手ごめにされそうになった時に、自害するとき用でもあるわら。ジャージってなんだ？履くやつ？火事場で鉄を打つと火花が飛ぶから、寒いのちょっと熱いのを着るんだよ。だけど、それも買えないから某格安ショップに行って、安くて穴が開いてもいいジャージ買ってきて、作業するんだ。しかもジャージなら外出もできる。火事場にいた人間なら分かってくれる。刀匠とジャージは縁が深い。貧乏って怖い。短い合口とかはどうなの？合口って面倒だな。作刀免許は国家免許なんだけど、これがなくても11センチ以下のものなら誰が作っても OK。それ以上は登録が必要。ここでよく言うのは、マグロ捌くような大型の包丁ってどうなの？って話。パッと見た目ほとんど刀だよね。実際作ってるのは刀匠だし。刀は、用途における凶器イコール人を傷つける凶器として最初から存在してるんだ。包丁はあくまで料理に使うものであり、それがたまたま大きなものを切るから、大きな包丁が必要なだけ。わかりやすい例えとしては、工場で数メートルの大型カッターがついてる機械あるよね。あれは凶器ではない、あくまで工作物、だから当然登録証は必要ない。愛知とは唾のない担当のことで、隠密性と携帯性に優れるので、暗記として用いられてきました。人形もの映画などで、ヤクザたちが持っているドスといえばわかりやすいでしょうか。どうやら元刀鍛冶のスレミンは、現在は普通に会社で働いているようでした。ちなみに知ってるか？銃砲刀剣類の登録は警察署に持っていくんだけど、都道府県教育委員会の所管なんだぜわらわらわら。今は刀売ってないの？
今は売ってない、だいたい10年前だ。両親が交通事故に遭って母死亡、父集中治療室&後遺症。実家へ強制送還、父退院介護なくても良くなるまで回復揃って社会復帰。非常に狭い業界だから。業界の人が見たら見バレしそうで怖いわらわらわら。バレても困らないけどな。トイガライン、がまっすぐだったり何売ってるのを、どうやってるのか気になります。この話をするには、刀は最後の仕上げである、焼き入れの作業からかな。この焼き入れをする直前まで、基本的に刀はまっすぐなんだ。焼き入れっていうのは簡単に言うと、焼いた刀を水に突っ込む作業。ここで地金と刃の成分の違いが出てくる。刃の部分は基本鋼括弧炭素 7% が境だったと思うで、背中側は鉄。一気に冷やされた時に収縮が起きるんだけど、刃と背の成分の違いから、反りが発生する。前置きが長くなってすまん。この焼き入れの時に、刃の部分に土を塗るんだ。この土には鉱物やわらすみなどが練り込んである。これも秘伝だな。土を塗ったところは温度低下が軽減される。これで硬さや反りを調節するんだ。そしてその土の塗り方や、地金と刃の付け方によって、刃文は発生する。刃文はもともと趣味の世界、地元の山々や風景を写し取って入れたとも言われる。魂入れて売ってるから、自分のものであるという証拠や、特色を残したいというのもある。現在は美術品として、美しさを追求する意味もある。水の温度とつけるスピードが、流派の違いであり秘伝。また、反りの場所によって用途が変わる。手元で反りが強いイコール重心が柄本にある。遠心力はつかないけど、硬いものも、叩き割れる。南蛮鎧が流行りかけた、信長時代の桃山刀なんかがそう。現代において演武などで使用されるのは、反りが先端近くにある。重心が先にあるから遠心力がつく、居合刀なんかがそうだね。見せ物なら切れ味よりも、早い方が格好いいしね。昔、偉い刀匠の火事場に忍び込んで、水加減を盗もうと思った奴が、水に手を突っ込んだ瞬間、腕ごと切り落とされたという逸話がある。それくらい焼き入れの水の温度や冷やし方が大切。また、この時に叩きが甘くて気泡が少しでも残ってると、ひびが入るイコール鉄くずになる。刀匠の世界はアナログ一直線だから、すでに離れ身で恐縮だけど、いい機会だと思って可能な限り答えるよ。ちなみに、刀匠の世界で一番初めにブログを始めたのは俺わらわらわら。当時はブログなんて言葉なかったから、外部から書き込めなくした掲示板で日記書いてたよ。ここで一旦、刀鍛冶のスレミンは病院に行くからと離席を宣言します。スレ住民からは、もっと話を聞きたい。元刀鍛冶でスレ立てをしてほしいの声がたくさん寄せられました。そうして新しく刀鍛冶だけど質問あるのスレが立てられ、そこで改めて質問に答えていくことになります。元刀匠、かっこ刀鍛冶だけど質問ある？元刀匠、正確には弟子、作刀免許は取ってない。弟子やってたのは大体10年前。ドラゴン殺しって作れる？作れるけど、あれはモテねえだろ。一応突っ込んどいたからね。あのサイズになると、作るのよりも研ぐのが大変そう。前から日本刀が欲しいと思ってた。今年あたり家を買うから、そしたら日本刀を買いたい。50万くらいで可能って前スレにあったけど、どうやって刀匠を選んでいいか、サムリエしてくんなまし。一か地場を見学させてくれる。二作刀の作業を見させてくれる。三年に数本は長物かっこいわゆる普通サイズの刀を作ってる。四弟子が複数人いる。五刀に関してきちんと説明してくれる。さらに、定期的に鍛冶場の見学会をやっていたりすると二重丸かも。作刀会っていうコンクールみたいなのがあるんだけど、そこで下の方の賞を取ってる若い人とかいいかも。独立でお金ないわ借金してるプラス独立し立ててやる気があると思う。ちなみに一般論として、独立には土地代抜いて500から1000万くらい欲しい。独立の方がいいです。ぶっちゃけ正しい。生活は確実に研ぎ師が安定していい。ただ、研ぎは本当に難しい。一流の研ぎ師さんは心から尊敬に値する。特にあり、ましてや十字槍とか研げたら神認定。研ぎ師は刃物を研磨する仕事の方のこと。日本刀などを専門とする刀専門の研ぎ師と、床屋などで使われるハサミを専門とする研ぎ師がいます。特に熟練を要する刀専門の研ぎ師は少なく、全国に50名ほどしかいないと言われています。この前母ちゃんが京都で菊一文字の包丁買ってきた。まあ、名前はね。刀匠が大量生産してるのもあるし、コメントしづらい、否定はしないけど、肯定はしない。ジャージって熱に弱くないの？繊維の違いでどうこうって世界じゃない。炎が緑になるって知ってるか？確か3000度くらいでなる？そんな中に地金突っ込んで、鉄が溶け出すほど熱して叩くんだ。飛んでくるもの、焚き火の火花どころの騒ぎじゃない。焼けた鉄片が触れたところは、一瞬で炭化する。服の素材なんか、火事場では違いないと当時は思ってたよ。最近趣味で自作ナイフにハマってるんだが、まだ五寸釘を使ったなんてつくらいしか扱ったことない。趣味の範囲でも鋼って扱える？一応ググって作った自作の簡単だけど、ひどこある。素材がどうこうは問題ない。言い訳になるけど、用途が凶器でなければ大丈夫。実際は、警察が凶器イコール人を傷つけるためのものだと判断しなければ OK。刀でも作刀免許が必要なのは11センチ以上。だからそれ以下なら何しても OK。それ以上なら気をつけろ。
火どこがどんなのか知らないけど、鋼の鍛造したいなら不意語か、それに当たるものの配封口をできるだけ深くしろ。3000度以上作れないとまともにはできんぞ。組合に対しての愚痴を。作刀協会かな。愚痴って言うんじゃないんだけど、もっといろんな意味でオープンにしてもいいと思う。これは、彼らが口を閉ざしたり、閉鎖してるという意味じゃなくて、自発的に外に情報を吐き出そうとしないという意味で、ただでさえ飯を食うのに困って、廃業する人間が多いのに、そのフォローが貧弱。だから、作刀免許持ちがアメリカに行って、ナイフ作ったりするんだよ。刀という文化は世界に誇っていいと思う。現場は本当に辛いから、長続きしない奴がほとんどだろうけど、それでも入り口をもう少し広げてほしい。アメリカの刀ってどう思う ?8 万と安くて強度も高そうだったけど。炭台にもなりません。刀じゃなくて、刀の形をした鉄の塊を研いだんでしょ。江戸時代の技術はすごすぎて、再現できないっていうのはマジ?正直できないと思う。十字槍とかまともに作れる人って、全国に何人いるんだろう。見た目収まりよく作れる人はいると思う。でも、今は実践がないでしょ?自分の作った刀が、何度受け立ちしたら折れるとか知らんでしょ。本当の意味で人を切るベストな鍛造って、何なのか試せないでしょ。現場で受け継いできた伝統だけでは、現場で培われたものには勝てないと思う。刀剣業界が今後1000年続いても、300年前の技術は絶対追い越せない。俺はそんな高みまでは、ほど遠いところで抜けてしまったけど、そんな俺から見ても、過去の職人たちの技術は神がかってる。現役の頃の夢は、いつか十字槍を作ってみたかった。十字槍とは、槍の根元から左右対称に刃が分かれ、三つ股になっている槍のこと。突けば槍、払えば薙刀、引けば鎌と言われるように、とても強力な武器です。しかし習得には修練を要し、制作の難しさもかなりのものだったので、使い手は真田幸村などの高名な武人だけでした。やっぱ玉鋼は日立金属?そんなとこでも作ってるの?知らんな。火事場で玉鋼と言ったら、島根の奥出雲超大量、日東ホタタラ。これは基本。もののけ姫見たか?あれは脚色というか、宮崎さんの世界観が反映されてるけど、大枠はあれと一緒。今の日本にも、たたら城があるんだぜ。これは勘違いかもしれんけど、玉鋼って他の場所で作ったらいかんのと違ったかな?アーミーナイフを買おうと思うけど、ああいった刃は信頼性や切れ味はクソなの?刀鍛冶的に。ちゃんと作刀免許持った人が、ナイフ屋?になるのもよくある。ただ、そういう人の多くは海外に行ってるかな。日本より海外の方がナイフ需要があるし、作刀免許持ってることへの評価や尊敬が高い。ちなみに作刀免許を取るには、作刀免許持ちの下で、5年間狩猟括弧勉強しなければならない。5年経ったら試験を受ける権利獲得。5年は出口暴行、その後5年を霊奉行、計10年狩猟が習わし。ただ、ここは最近崩れつつあると聞く。一応労働してるから所得ゼロはダメだとか、お礼奉公5年もしないとかね。スレには刀鍛冶へのなり方を聞くスレ住民も。どうやったら弟子になれんの?俺のパターン。1刀鍛冶になろう。2ネットで調べる。3どうせ行くなら人間国宝の弟子になった方が将来安泰。4いろいろある。5最後のお弟子さんの連絡先ゲット。6電話。7、3時間後飛行機に乗ってる。8、1週間ほど雑用。9弟子入り決定。4は気にしないで。いきなり人間国宝の先生に、弟子にしてくれ、って行こうとしたら、どうなるか想像してくれわら。ただ、今これやっても難しいかな。続かない人が圧倒的に多い。その間の生活費が、捨て銭になってしまう。最近は授業料みたくお金を取って、1日何時間と決めて通うところもあるらしい。専門学校みたいなもんだね。そっちはよく知らないから調べてみて。と体力必要?神主か刀鍛冶か声優かライブハウスのオーナーになりたい。ゲームプランナーは諦めた。基礎体力は嫌でもつくし、多少あっても気休めだから気にするな。約 1.5 から6メートルの棒の先に、5から8キロの鉄でできた土がついてる。金槌の頭をそのまま大きくした感じ。ただし、1.5 メートルの先につけると、デコの原理でクソ重くなる。これを鉄もとろける豪華の前で1日振るんだから、体力は嫌でもつく。参考までに教えてやろう。相槌を打つってことわざあるよな。あれは相手の言葉や動作に対して、適切な反応を示すことだ。これは俗に言う、鍛冶言葉。鋼の鍛造において弟子の仕事は、座っている師匠では、思いっきり鉄を叩けないから、指示通りの場所を指示通りに、頭より高いところから土を振り下ろすこと。もちろん言葉の指示なんかないんだぜ。師匠が叩いた場所を、叩いた強さで感じ取って、弟子が順番に叩く。人が多ければ、師匠と弟子3人ってとこ?師匠の土に相槌を打つ。これがこの言葉の起源だ。どうやって弟子入りするの?刀鍛冶って憧れるわ。本当にきついから、体力的にもだけど、精神的にも、ベタなことしか言えなくて悪いけど、潰しが効かないから興味本位で行くと痛い目見る?でも興味本位から始まるのも事実。まずは火事場見学1週間なり住み込みの提案をしてみよう。その際に、宿泊費と指導料を払います。といえば、向こうもそう邪険にはしないと思う。
刀の製作自体についての質問も多く寄せられました。刀作りの技術って昔と比べて上がってるの？刀の強度とか切れ味的な意味で。科学的な意味で上げることは可能だと思う。例えば、鍛造の最初の作業で炭沸かしっていうのがあるんだ。細かく割った鉄を平らな地金に乗せて熱して叩く。伸びたら折り返ししてまた叩くの繰り返し。この時に折り返した面同士の鉄が癒着しないといけないんだけど、この癒着が甘い時は脂肪酸ナトリウムを使う。癒着面にかけて叩くと癒着しやすいんだ。また前に書いた鍛造の相打ちも独立した手だと弟子いないでしょ。だから機械を使う。名前は知らん。足元のペダルを踏むと直径10センチちょっとの円柱型の鉄柱が落ちてきて鉄を叩く。ペダルを踏む強さで叩く力とスピードが変わる。高度の計測や化学薬品、機械化で進歩する部分はあるだろうけど、本来の意味で加工を上回るのは難しいだろうね。俺は脂肪酸ナトリウムでスライムを作って遊んでたら師匠に叱られた。わらわらわら。刀一本作るのにどれぐらい時間かかるの？ペースは人それぞれだから何とも言えないけど、とりあえず作るなら3日あればできるでしょ。発注をもらった場合は最短1週間、通常1ヶ月だろうね。刀じゃなくて刃の幅が広い斧作ってほしいんですが、そういうのって受け付けてますか？俺は現役じゃない。わらわらわら。斧か。作って作れないことはないけど、刀鍛冶としては作りづらそう。斧みたいなのは焼き入れに水だと割れそうで怖いから油使うかな。ああ、やっぱり斧みたいなのら仕事道具と刀鍛冶とは分野違ったか、トン。しかしできないこともないなら踏む金か。斧のようなものを作るなら、俺なら作り方を変えるな。前に書いたと思うけど、焼き入れを油でするってことは、必要以上に刃を硬くしないってことなんだ。硬く切れるものより、遠心力がつきやすくて、何度も叩き割れるものを作るだろうね。昔の技術に近づこうとしたら、やっぱり人で試してみたいと思う？俺は人を切りたくて弟子入りしたんじゃねえわら。でもそう思ったことがないとは言えば嘘になる。なんだただの中二病か。このレスは大切だよ。中二病で興味を持つのは大いにあり。でもそのノリで弟子入りはおすすめしない。刀作ってる俺かっけーって思えるのは最初だけだから。そのうち、俺って独立できるのか？独立しても食っていけるのか？独立費用どうやって工面しよう？一生独身じゃねえの？などなど悩むこと受け合いだよ。正直日本刀って鉄打って形整えてるだけなのに、なんであんなに硬くなるのかわからなかったな。しかも江戸あたりの技術が失われてるってのも知った時は驚愕した。刀を鍛えるっていうのは、真っ赤になるまで熱して叩くこと。そうすると火花みたいなのが散るよね。あれは鉄の不純物が飛んでるんだ。つまり鉄としての純度が上がっている。学術的には世の鉄の多くが鋼と言えるかもしれないけど、純度の高い鉄と鋼は違うんだぜ。叩いた感触が全然違う。ここでまた豆知識。鋼イコール鋼。鋼の有語源は刃物に使用することから来てるんだぜ。刀匠って刀身以外の部分も含めて一本全部作るの？あくまで刀身のみ。荒くは削るけど、本研ぎは研ぎ師の仕事。今は技術品の側面が強いから、化粧研ぎといってピカピカに磨くからね。素早さや、鞘の紐巻き、鞘の漆塗り、刀子などなど、すべて外注となっておりまする。今の刀匠ってどういう作りでやってんの？四方詰めとか甲伏せとかあるみたいだけど。基本は甲伏せ。四方詰めで作ることは少ないと思う。珍しいこと知ってんな。四方詰めは難しいぜ。俺じゃまず無理だな。反りの調整がしづらいのと、なまりやすいんだ。今刀を作るって言ったら、甲伏せと思っていいと思う。担当に興味あるんだけど、売ってもらうとなると普通の刀と比べて安くなるの？守り刀って言って、20から25センチくらいのなら30万くらいで買えるよ。しかもこしらえ付きで、かっこ守り刀だからつばはないけどね。新作で作ってもらうとどうだろうな。動物と比べれば当然安いよ。刀身だけじゃなくてこしらえもすべて安くなる。でも新作で刀身30センチのもの作ってもらったら、40万くらいかかるんじゃね？刀鍛冶の仕事の日の流れというのも気になるところ。スレ主は刀の作り方の流れを、刀匠の一日になぞらえて教えてくれました。制作手順を一から教えて。数日にわたる作業も、一日の流れで見るとわかりやすい。というわけで、後でまとめるから刀匠の一日と刀の作る流れでいくよ。かっこ一日の流れは鍛冶場で多少違うかもしれない。5時半起床。6時筋トレかっこ丸太を土で左右100回プラスアルファ。これが師匠の目覚ましベル。6時20分火床に火を入れる。炭に火をつけ温めておく。火床は暖かいから、夜猫とかが忍び込んで寝てる時がある。よく見ないで火をつけるとは。6時半炭切り。7時爪の中から鼻くそまで炭で真っ黒になってるから風呂。7時半 NHK とか見ながら朝食。8時半雑用。炭小屋や火床の周り掃除。10時作業開始。10時10分1時金作り。約50センチくらいの棒の先 20×20 センチほどの板をくっつける。これが土台になる。10時15分に炭沸かし。10時45分3下機体格好折り返し鍛錬。今度は思いっきり叩く。11時半4上機体格好折り返し鍛錬。
ここが刀の製造法で大きく変わってくる。ここでは俺の鍛冶場でやってた工具瀬で行く。13時5短節。川金を大きく打ち伸ばして新金を包む。U字にしてくぼみから新金の板がはみ出してるイメージ。14時6すので、刀の硬いに打ち伸ばす。この時に、川金が刃側に伸びすぎて新金を覆わないように注意。15時7日作りかっこ心覚え、違う名前かも。刃を薄く、背を厚くする。断面が三角になるように叩き伸ばす。15時半8から締め。手作りのカンナで表面の不純物を削り取ると同時に大体の形を整える。この時使うカンナは、こんな形で、内側に刃がついてる。引く時に力を入れて、ガリガリ削りましょう。16時9生研ぎ。カンナをかけた際にできた傷を取り除くための研ぎ。わら灰をたっぷりつけて温度が下がるまで寝かせます。17時10土置き。全体に土を塗る。17時半11焼き入れ。刀を焼いて、十分な温度になったら水に突っ込む。この時に注意するのは光と湿気。湿気がそこそこあった方がいいということと、外光がないことから夕方から夜やることが多い。鉄の色で温度を判断し一気に水につける。水の温度と、水へ入れるタイミング、出し方は秘伝。18時12焼き戻しかっこ、アイドリとも言う。一気に冷却されて硬くなった刀を再度加熱することで、粘りが出る。18時半13火事をし、刀の反りを修正し、全体の形を再度専用カンナで荒削りする。18時45分14中ご仕立て。鞘の中に収まるところを作る。カンナでガリガリ削って形を整えて、めくぎ用の穴を開ける。めくぎっていうのは、鞘と中子の同じ場所に開けた穴に刺す木製の留め金。19時15下地研ぎ。今度は砥石を使って形を整える。砥石は形を変えずに研ぐから、ここできちんと形を整えておく必要がある。19時半16銘切り。中子に名前を彫る。この時彫るのは本名ではなく刀匠としての名前。見えないところに入れるのが息。ではなく、何度研いでも消えないところに彫る。20時仕事上がりのビールがうまい。途中書き忘れたけど、作刀の重要アイテムに、藁灰がある。これは文字通り藁を灰にしたもの。藁を炭にせず灰にするのは慣れが必要。鉄を叩いて火に入れるたびに、この藁灰を全体につけてから火に入れる。炭切りと藁灰作りが弟子が最初に覚える家事仕事。あれ、これだと1日で刀一振りできちゃわないか。一月かかる時とか、どの辺に時間がかけるん。俺の補足がわかりづらかったかもしれんな。まず作刀の手順としてまとめるためにも、一日の流れとしたんだ。時間配分とか適当、鍛錬とか一日中ぶったたいてるぞ。でも、刀を作ってる時間だったり、焼き入れの時間帯は合わせてる。作刀の流れと、刀鍛冶がどんな感じでやってるか感じてもらえたらなぁと思ったのさ。実際は一日で一本とかありえんわら。実際の制作日数は作業が被るところで、別の材料も作ることが多いから一概には言えない。かっこへし金、小刀、その他作刀道具など。工具瀬で4から5日かな。四方爪は作ったとこ見たことないからわからんけど、作るパーツが多くなるイコール別々に鍛錬しなければいけない。だからもっと時間かかりそう。完成したら試し切りとかやっぱするの？今は基本しない、昔はした。斬死刑や戦場から持ってきた死体を、動画重なるよう積んで、何人切れるかとかやったらしいね。やるとしたら、お客さんに渡すときに、切れるでしょ？って見せるためにやる。今は化粧研ぎって言って、片玉金属棒かっこ通称、金玉でピカピカに磨いちゃうんだ。本気で切れ味上げたいなら、最後に洗い砥石で一磨き。歯がかかってこそ切れる。日本刀と同じように、玉刀シャムシールやシミターなんかも同じように作れる？日本刀の作り方で作れるかってことね。シャムシール、シミターの定義による、刀は玉鋼鍛造品以外は、刀と定義されない。同じ形の刃物を、刀と同じ製法で作ることは可能だろうね。先祖代々その家に伝わっているような刀の、手入れ方法などもスレ主は教えてくれました。家に伝わってる薙刀の刃と、脇差しを白鞘に仕立て直したかっこ元の鞘などが傷んだため親父が交換のがあるのだが、少し刀身にサビが出てるんだけどアドバイスが欲しい。それと鞘とかの仕立て直すとどのくらい費用かかりますか？手入れの油は何を使ってる？椿油がいいと思うぞ。慣れてないなら注意点は、油全部拭くなよわら。油膜を作って保護するんだからな。鞘はおそらく5万から8万ぐらいじゃないかな。貧乏で困窮してる人ならもっと安いかもわらわらわら。薙刀は形状がわからんとなんとも言えん。基本的にはつば元かっこ刃の根元より刃先が広いタイプだと高いと思って。メンテとか必要なの？欲しいけど月1で手入れしなきゃとかだと面倒い。メンテイコール手入れは環境や地域で変わる。沿岸沿いや潮の強い地域は、サビも出やすいから週1。そうじゃなくて湿度が高いなら月1。乾燥地方なら2ヶ月に1回でもサビないんじゃないかな。ただ、できれば週末に手入れしながら、にまにましてるくらいの方が、刀という高価な試薬品を買うには、ちょうどいいと思うんだぜ。刀の手入れってどんなの？専用のを買うの？専用のお手入れセットを買うのが一般的。1目釘抜き。2ポンポンかっこ名前知らない。3拭い紙。4長寿油。5油紙。1はミニチュアハンマー。5
これで言うと、中子っていう刀の柄に入ってる部分を繋いでいる。木製の釘を叩いて抜くイコール刀身が鞘から外れる。2ポンポンは砥石の細かい粉を紙と布で包んだもの。3手入れの前に、ついている古い油を拭う。油用とポンポン粉用と2枚ついてるのはいいお手入れセット。4刀が保管中錆びないように油を塗って、油膜で守る。5油を塗るときは、これで塗る。塗りは少ないと意味がないが、多すぎると鞘に良くない。数人切ったら血や油で切れ味が落ちる、とよく言われますが、実際はどうなんでしょうか。昔、人切りっていう有名な逸話があって、よくクイズ番組でそんなに切ったら日本刀は折れますとかやってたんだけど、10年前くらいに秘伝の書が発見されて、それで作ったら数人切っても折れないような刀ができたそうだ。確か最高が5人切り。ここに関しては正確な資料があるんだぜ。当然だよな、人切って試してたんだもん。なのにどうして訳のわからん説が飛び交うのかが疑問だ。まず前提が必要。戦場、研がずに20人以上殺した刀は山のようにある。なぜなら、鎧を着ている相手を殺すには喉頭の急所を切るか突くのが確実だから。脇や喉は切っても血油なんかそうつかない。そして鎧の上から叩き切るのは切れ味多少落ちてても関係ない。重量で叩き割るんだよ。ドタマかち割るの。のじ合い、のぶしやスロー人同士の切り合いかな。片びらも傷に切り合うのは血統とか辻切り、蒸気に襲われる側だね。この場合でも振り抜く腕があって、首や腕なら10本いけるかいけないかじゃね。胴桶さがけで、体内で歯が止まったりしたら、もっと減るだろうね。戦場でもの試合でも刀が欠けた、折れたら倒れてる奴のを使うのが普通だったらしいよ。刀で何人切れるかだけど、十分な切れ味を保てるという観点ね。切るだけなら、ちょっとやそっとの血油ついてもいけるよ。そのためにも戦場に行く前には、さっと洗いと石で研ぐ。刀って結局何人切れるものなんだ。切る場所や相手の服装や、装備にもよるから一概には言えない。それでも5人切ったら、使い物にならないとかはありえんよ。また、よくある銃 vs 刀などの対決についての感想も、スレ主は語ってくれています。ピストル vs 刀とかリアル斬鉄剣とか、YouTube のビデオを見るのは楽しいな。ピストル vs 刀は見た。そして、同じ鉄でも鍛造でこう変わるんだと。叩く前の鉄に叩いた後の、小刀を突き刺すところを見た。突き刺さってたよ、で抜けなくなって、やむを得ず追ってたわらわらわら。昔あるある大辞典とかで、日本刀対マシンガンだの、日本刀対ウォーターカッター、だのやってたけど感想聞かせて、斬鉄剣がどうとかの理由で、刀をマシンガンで叩き折られたりしたらイラってする。その番組を見てないからなんとも言えないな。ウォーターカッターが刀を切ってても、そりゃ切れるだろってとこじゃない。でも、ピストル VS 刀で弾が真っ二つになったのは、正直嬉しかったぜ、わらわらわら。日本刀とピストルはともかく、ウォーターカッターってのは、日本刀に何を期待してんだろうね。見せ物としてだとわからないけど、高度検証としては興味がある。弾丸 VS 刀って、確か刃に真っ向から弾丸ぶつけてたと思うんだが、でも刀って、本来を深く化して切るもんじゃね。実験の方法間違ってないか。俺が見たのも真正面からぶつけてたね。俺がそこで見言ったのは、焼き入れされた刀は回転しつつ飛ぶ銃弾に耐える強度も持っていること。耐えれれば弾が切れるのは当然。もちろん鋭角な面で受けていることもあるけど、自分のやっていたことが一定の効用を出していたと思えば嬉しいだろ。もちろんビデオは自分の作ったものじゃないけど、共感はあった。このスレには、聖剣の刀鍛冶のルークに憧れている奴がいるはずだ。ルークを調べるついでに、聖剣の刀鍛冶鍛冶ってきたぜ。俺はきっとこのアニメは見ない方がいいと思う。きっと現実とのギャップが目について、楽しめないと思うんだ。17歳で打てる程度のものに、聖なる力が宿ってもたかが知れてるだろ、わらわらわら。まず腕力足りねえよ。刀の鍛錬には純粋な腕力イコール叩く力も必要ということだ。所詮ラノベ聖剣の刀鍛冶。妄想8割でできた世界ですよ。否定してるんじゃないよ。俺も漫画は1000冊は楽に持ってる。独立するときに3000冊売ったにまた増えたわら。これは病気だね、わらわらわら。妄想だろうが、ファンタジーだがいいよ。そこを入り口に、興味を持ってくれる人が増えればそれが一番だ。俺はこういう考えだけど、お堅い人たちはその存在自体を否定して、交わろうとしない。一緒にするな、と叫ぶんだ。そういうところはもっと柔らかくしていいと思う。どこぞの刀匠が鍛冶場で、萌えマスコットで露出してもいいと思う。だって鍛冶場は鉄火場だぜ。どんなに上辺をいじっても鍛冶の辛さは変わりようがない。そこで育つ人間は刀匠の本質を備えて卒業していくと思う。個人的には刀鍛冶ともえキャラってかなり相性いいと思うんだけどな。盾とか見るの好き。盾とか時代劇も蒸気と同じ理由で見ない。あまりにも現実離れしすぎてて楽しめない。うまい例えじゃないかもしれないけど、すごく大げさに言うと拳銃で100メートル狙撃狙うような違和感。ファンタジーつながりで、漫画やゲームに出てくるような架空の武器や、実際にある対応ものを作れる家畜スレミンもいました。必要間にの無限刀とか、刀狩りの蝶の錬人刀や薄刃の盾は実際作れる？無限刀イコール丸。できるよ、お前の家にもあるんじゃね？
そうだよ、ノコギリ作ればいいんよ。ただし、刀をあの形に研ぎ上げるのは無駄すぎる。コンセプト自体漫画の世界わら。以上です。スレ主はこの後も数日にわたって、たくさんの質問に答えてくれていました。このチャンネルでは他にも、ユニークな職業についている人のスレを紹介しています。よかったらもう一本見てってください。